今日学校休んじゃった、いいよ1日くらい休んじゃいな気楽な感じで行こうよ、人生長いからね、1日くらい変わんないって。でも自分の心がもうよし行こうってなったら行こう、会社も休んでもいい、もう本当に辛いんだったら休むべきだと思うよ祭り、マジでそれは思う、なんか本当に辛いんだったら続けなくていいと思ってるもん、最悪な決断をしないでほしい、いろんな選択肢ってあるからね、別にさ祭りもさあんまりこの暗い話をしたくないんだけど、うち中学2年生の時行ってなかったからまるまるね、そうそうそう、それでもちゃんと高校入っとるし、いろんな選択肢ってあると思うから、まあ、無理せずね行こう、中2はねまるまるほぼまるまる行ってないね、だからまあ無理せず頑張りましょう、日々ね生きてるだけで偉いからそう、だから松井中学2年生の頃の問題出されてもね何にも分かんないんだよね、習ってないっていうか習いに行ってないから、無理せずにね、そうそう、中3からまた行けたのすごい、そうすごいんだよだからねなんか自分のタイミング別にいつでもいいんだよ、じゃあ高校から行こうってなったらさ、例えばまあその中学で行ってないから通信になりましたってなっても、高校から行こうってなって通信でさ頑張れるんだったら別にいいと思うしね、そのまま社会に出るんだったら社会に出た後頑張りましょうとか、そういう自分のタイミングでちゃんと決めてそこから頑張れるんだったらもうすごい最強だと思うけどね、よしさ、祭りはたまたまそれが中3のタイミングで生徒会に入りたいってなって、なんか生徒会に入りたいってなったっていうか、行こうって急になって、そのために自分が逃げないために生徒会に入りますって言って先生に大反対されたけど、生徒会に入って、でそっからね風邪でちょっと休んだけど3回くらいしか休まずにね中3全部行ったから、だからそういうなんか自分で決めてんで逃げられないようにしてとか、そうそうそう、そういう感じにしてしちゃってもいいと思う。生徒会だったの？そう、生徒会役員だったちゃんとね生徒会選挙出て前で話して通りましたよ。そうだから自分の意思を強く持ってれば別に1日2日休んだところで変わんないし、なんならお祭りは1年休んだけどあんま別に多分変わんなかったからいいと思うよ。それぞれのタイミングでねやっていきましょう。まあ人生はね死ぬまでの暇つぶしですからね、程よくやっていきましょう。はい、3000回愛してるぞー。